同じ構えか。やはり兄弟だな。だが力は天地の差だ。この程度で審判に関わろうなどと笑わせるなよ、ルドガー。審判は残酷だ。耐えようもないほど。人は脆弱だ。世界を壊すほど。そう、これは呪いだ。呪いを刻む歯車は継承されるカバネの鎧。人は時空を貫く槍にして限る。魂は無の玉座で露呈し、歴史の枝は無限に分岐する。必要なのは選択。命、世界、己の全てをかけた選択だ。お前にできるのか。選択が、破壊が。審判の声は答えろ。ルドガーを得る空戦に行く。ギリギリだな、ルドガー。これがクランスピア社の入社試験って分かってるんだろうな。分かってて遅刻ギリギリか。お前昔から妙なところで度胸あるよな。そうか、なら試験を始めよう。試験はこの地下訓練場を使って行う。訓練場はトリグラフ全域に広がっていて、町の外にも出られるんだが、今日はここから出たら失格だぞ。武器はこれを使え。同じ構えか。やはり兄弟だな。内容は実戦テストだ。時間内に訓練場内に放たれた魔物を5体倒して戻ってこい。試験中の負傷は全て自己責任となる。いいな。まあ試験官はお前の兄貴だ。死にはしないよ。笑ってる暇はない。来たぞ。慌てるなよ、ルドガー。
戦いの基本通りにやればいい。
討伐完了。試験課題をクリアしました。
ありがとう。助かりました。騙し討ちは実戦の常套手段だ。いきなり女性が現れたことに疑問を持たなかったのか？これはお前の判断力を見る試験だったんだよ。ルドガー・ウィル・クルスニク、不合格だ。逃がすな。パパの時計。エル、もう時計は読めるな。トリグラフ中央駅を10時に出発する列車に乗るんだ。そしてカナンの地を目指せ。カナンの地？どんな願いも叶えてくれる場所。パパとお前が幸せに暮らせるところだよ。お願い叶えてくれる場所。怖くても辛くても頑張っていくんだ。うん、約束する。船、行け。カナンの地へ。ビクトル。パパも必ず行く。パパ！パパ！逃がしたか。鍵はこいつのはずだ。問題ない。これは。自分はないよ。踏み出せ。
おい、ルトガー、いつまで寝てるんだ。初出勤だっていうのにいい度胸してるよ。兄として一言言っておくべきかな。そう改まられると緊張するが、やっと決まったコックの仕事だ。しっかりやりなさい。笑うなよ。まあお前の料理なら駅の食堂で立派に通用するさ。毎日食ってる俺が保証する。ルルも腹減ったってさ、飯にしよう。シェフ、今朝のメニューは？お前、実は気合入ってるな。よしよし、ルルにはロイヤル猫缶じゃなくて、カリカリで我慢しような。最近太ったし。次のニュースです。政府とクランスピア社が共同出資する自然工場アスコルドが本日より操業を開始します。アスコルドはエレンピオス最大規模の自然資源生産能力を持っており、その稼働による食料供給安定化に各界から大きな期待が寄せられています。本日10時、トリグラフ中央駅から式典用の特別列車が運行され、記念セレモニーにはフランスピア社社長ビズリー氏ら多くの著名人が出席する予定となっています。特別列車、お前の勤め先から出発するんだな。うん。そういや、何か欲しいものあるか。就職祝いってやつだ。気を使わなくてもいいんだぞ。マンションとか言われても困るけど。ああ、ネクタイがいいかもな。駅で大勢の客相手に働くんだ。身だしなみは大切だ。と、もう行かないと。じゃあ行ってくる。お前も急げよ。駅の人間が遅刻したらシャレにならないぞ。